やっていきましょう。流行り紙ですね。やっていこう。僕は細切れ状態の記憶をたどたどしく繕いながら4日前の自分の足取りを追った。電車の中だね。兄貴が入ってきたな。本当にこの電車でいいのか。3日、電車に乗り込んでからこれで3度目の確認だ。そして僕は3度目の答えを返す。うん、間違いない、この電車だよ兄さん。あの時乗ったのと同じ時間、同じ方面の電車だ。先輩、次は終点であります。車内アナウンスが終着駅の名を告げ、ほどなくして電車が停車する。ゆうかさんは何かの条件を見つけたみたいな感じだったから、それを満たさなきゃただの電車なのかな。お降りの際はお手元の荷物など お忘れ物などございませんようにご注意ください。お降りの際はお足元にご注意ください。電車とホームの間が少し空いておりますので、みたいな、そういうあれ。なお、この電車は折り返し下り線となります。この電車このまま折り返しちゃうみたいだけど、どうするの。とりあえず降りてみよう。折り返してしまってはどうにもならんからな。やっぱなんか条件があるのか。なんだろうね、ゆうかさんどうやって見つけたんだろう。僕たちは下り線に乗り込もうとする乗客をかき分けるようにして電車を降りた。あんま、なんか都会済みじゃないんで、こうね、電車の路線とかいう話されてもピンとこないとこ多いんだけどね。別に都会に行ったことがないわけじゃないからね。ここが名前のない駅？いえ、違います。だって、この終着駅には名前がある。名前のない駅には、文字通り名前がなかった。それに、駅員も乗客もいなかった。電車を乗り間違えたわけじゃない。あの電車に乗るには、他にも条件があるのか。ねえ、三日君、本当に名前のない駅なんてあったの？そう言われると自信を持ってはいとは答えられない。何せ未だ一部の記憶は失われたままなのだから。先輩、あれを見てください。どれ。小暮さんが指さす方を見ると、それは地下鉄が通るトンネルだった。歩いてけって言ってる。何の変哲もない普通のトンネルだ。おかしいと思いませんか先輩。あれは上り方向に続く路線です、線路です。え、なんか電車の休憩室じゃないけど、そういうとこ行くんじゃないの。そういうのがあるんじゃない。ここは終着駅で、さっきの電車も折り返して行ったのに、どうして上りの路線が必要なのでありましょうか。メンテナンスするようじゃない、電車出し入れして。なるほど、言われてみれば小暮さんの疑問はもっともだ。やるじゃないか小暮くん、なかなか鋭い洞察力だ。いや、それほどでも。珍しく兄さんに褒められて、小暮さんはまんざらでもない様子だ。なんか小暮さんの声がだんだん鬼の声とかに近づいてってんだけど、こんな声だっけ、もともと。でも、車庫に行くための路線かもしれないわ。地下鉄にだって、当然車庫はあるはずだから。それはそうかもしれんが、三日の記憶が正しくて、名前のない駅が本当にあるなら、この路線の先しか考えられないだろ。ここで待っていても事態は進展しない。俺は行くぞ。そっか。それだったら乗客乗ってないのも説明はつくのか。これ科学ルートかな、この先に行くのは。僕たちの答えを待たずに兄さんは路線に降りてしまった。いやー、これは大問題でしょ。路線歩き出すってこれも大事件だよ。そんなもん引かれちゃったりとか、いろんな事故につながるからね、やっちゃダメだよ。駅員も乗客もホームの端の異変には気づいていない。自分の記憶に対する一抹の不安は拭いきれないものの、迷っていても時間を浪費してしまうだけだ。こうしている間にも優香さんの身は刻一刻と危険にさらされていく。僕は決意を固めて小暮さんとひとみさんを見た。優香さん危険迫ってんのかな、餓死するか。おつ、自分は先輩にどこまでもついていきます。うん、怖がりのくせについてくんだもんな。やっぱ義理がたいよな小暮ちゃんは。笑顔で敬礼した小暮さんはその巨体をホーム下へとダイブさせた。うん、犯罪だと思うんだけど、なんか営業妨害な気がするんだけど。ひとみさんは何も言わずため息を一つ吐くと、軽い身のこなしで小暮さんに続いた。メンツが強いからな今回、明らかにメンツ。こうして僕たちは未知の空間へと足を踏み入れることになった。今回メンツ強いから大丈夫そうだけど、怖。いや、これは怖いな、真っ暗でしょ。暗闇に閉ざされたトンネルを一本のライトだけで歩き続ける。光が一切ない世界とはこれほど暗いものなのかと思う。どこまでも続く闇。
もしかするとこの闇は永遠に続くかもしれない。そんな不安が頭をかすめる。この先に名前のない駅は存在するのだろうか。今更ながらそんな疑問が吹き出してくる。先輩、このトンネル一体どこまで続くのでありましょうか。最初の脱落者は小暮さんだった。みんな言いたくても自分を抑えていたが、とうとう我慢しきれなくなったようだ。怖いのか、小暮君。君は見てくれに似合わず臆病だな。な、自分は決して臆病なのでは。静かにして、二人とも。猛然と抗議しようとする小暮さんを、ひとみさんは人差し指一本で静かに制した。聞こえない、三日くん。言われて耳を澄ませてみるが、何も聞こえない。ほら、聞こえるでしょ。遠くから何か近づいてくるわ。電車じゃね、普通に。電車だな。あ、でも電車走ってんのもおかしいのか。もう一度耳を澄ませてみると、かすかに物音が聞こえる。ひとみさんが言うように、その音は確かに少しずつ近づいているように聞こえる。一体何の音だろう。いや、気づけよ、電車だろ。状況とかも合わせて気づけよ。先輩、向こうの方で何やら光が。光るぞ、光るぞ。おい、あの光どんどん大きくなってるぞ。こっちに近づいてきているんだ。避けるよ。避けて。誰が言った避けて。赤い文字だったな。ここで優香さんゲットしたら話終わりなんだけど。間一髪のところだった。ひとみさんが突き飛ばしてくれなかったらどうなっていたことか。え、最初の脱落者は小暮さんって言っただろ。小暮さん、まさか引かれたか。ひとみさん大丈夫ですか。兄さんも小暮さんも。ええ、なんとかね。こっちもだ。危ないところだった。小暮くんに押しつぶされるかと思ったよ。ああ、そういう感じか。あ、無事だった。失敬だ。自分は桐崎先生を守ろうと。まあ、褒めてんのかな、兄貴なりに。みんな無事な様子でほっとした。まさかあんな猛スピードで電車が突っ込んでくるなんて。いや、ここどこだか分かってねえのかよお前。そりゃ突っ込んでくることもあるだろ、場合によっちゃ。この位置は。でも考えてみれば、ここは線路だ。線路というのは電車が走るためにある。本来ならそんなところを歩いている僕たちが悪いんだ。そうだよ、本来どころじゃねえよ。ねえ、今の電車見た。車内に人影があったわ。余裕だね、ひとみさん。そんなは確実だ。そりゃ電車が走っているのですから、誰かが運転しているのでしょう。最近は無人の電車もあるらしいけどね。違うの、そうじゃないの、あれは。そういうパターン、幽霊。あれは白い服を着た複数人の人影だったわ。なんで死者は白い服着るの。お前、あんな状況でそれを確認したのか。すごい動体視力だな。兄さんが面白そうに絶賛する。茶化さないで。あれは手術機。ああ、でも白かった。あんなの今じゃ使われていない。ひとみさんの話では、現代の手術に使われる衣服は青緑色なのだそうだ。へえ。言われてみれば、解剖の時にひとみさんが着ていた服は青緑色だった気がする。ああ、まあでも色ついてたから確かに。白ってなんか赤い血がつくとすごい目立ちそうだもんね。なんか洗うの大変そうだし。なんでも補色残像効果といって、ある色を見続けた後、その色の反対の色が残像としてちらつくのを緩和するためらしい。あ、そうだな。じゃあやっぱ血液のそれが関わってるのか。なるほどね。なんかそれを利用して写真に色をつける、なんか色のない絵に色をつけるみたいな、そういう残像効果を使った色付け方みたいなのもあるらしいけどね。見るときに色がつくって。手術で血の色を見続けた後に反対色の緑が残像として残らない役割を果たしているのだという。現代のものじゃない手術着か。するとあれかもしれんな。謎めいた言い方をするのは兄さんの悪い癖だ。そんなにさ、兄貴さ、変な人だと思わないんだけどな、今のところ。なんか結構頭おかしい人みたいな。兄貴と唯一会話できるのはひとみさんだみたいな最初言ってたけど、そんなにあれじゃないけどな。確かに
系統してるものはあれかもしれんけど、一般的じゃないかもしれんけど。兄さん、あれって。黙っておこうとは思ったんだが、コグレ君に押し倒された時、俺の足は線路の上に乗ったままだったんだ。なんですって。それじゃあ桐崎先生の足は、桐崎足がってやつか、シャンクス腕がみたいな、そういう感じか。まあ引かれなかったんだな。ああ、本来なら永久にお別れしているところだ。だがどういうことか、今も俺の足としてちゃんとくっついている。何をおっしゃりたいのでありますか、桐崎先生。小暮さんが上に乗っかってたから足が引かれることになるかもしれなかったんだよ。お前のせいだってことだよ。違うか。小暮さんが青ざめた顔で質問する。幽霊か。ひょっとすると、あの車体には、あの列車には実体がなかったんじゃないかと思ってな。いわゆる幽霊列車というやつ。バカバカしい話にならないわ。ひとみさんがバッサリ幽霊列車を切り捨てる。その割にこの二人友人同士なんだもんな、正反対なのに。手術着の人影に幽霊列車か。覚悟はしていたが、徐々に雲行きが怪しくなってきた。この先にあるのが普通の地下鉄の車庫とは思えなくなってきた。しかしここで答えを出そうと思っても時間の無駄だ。僕たちに与えられている選択肢は、引き返すか前に進むかのどちらかしかないのだから。なんかもうこの程度の会は大丈夫みたいな感じになってんな、みんな。もうどれくらい歩いただろう。目的の見えない暗闇を歩くのは想像以上に負担がかかった。体力的にも精神的にも。おそらくまだ2キロと歩いていないはずだが、その10倍の距離を歩いた時の疲労感が全身にのしかかってくる。先輩、前方に何やら落ちております。小暮さんが半分ほど裏返った声で指摘する。落ちてる。人よ、人が倒れているわ。ひとみさんの声に緊張がした。近づいてみると確かに人のようだ。ゆかちゃん、まさかゆかさん。ここで新しい登場人物かな、それとも全然知らない人だ。ゆかさんかな。50年ぐらいこの時間、この場所は時間が早くてみたいな。ゆかさんが年取ってしまったのかな。幸いにも僕の悪い予感は外れた。倒れているのは男だった。ゆうかくんかもしれないぞ。ひとみさんが脈を取って調べてみるが、ダメね、死んでるわ。体温や硬直状態から見てもかなり前に亡くなったみたいね。ここ 2,3 日のことじゃないのは、遺体の皮膚に積もっている埃の量が示している。特に外傷は見られないので、電車に引かれたわけではなさそうだが。あら、おかしいわね。この遺体の腹部のあたりに妙なくぼみが。不審な点を見つけたひとみさんが遺体の着衣を丁寧に脱がし始めた。お腹がない。どういうこと、お腹がないって何。グラトニーじゃん。グラトニーじゃん、完全に。なんだこれは。遺体の腹部にはぽっかりと穴が開いていた。他には何の異常もない。いや、一点の異常が異常すぎるわ。ただそこだけが綺麗に欠落している。わずかな血痕すら見られない。ひとみさん、これは一体。とても鋭利な刃物で内臓を抜き取られたようね。いや、できる芸当そんなのこれ。詳しいことは解剖してみないとわからないけど、こんな鮮やかな切り口見たことがないわ。初めて見る症例に観察医であるひとみさんも戸惑いを隠すの。症例っていうか、なんていうか、キャトルミューティレーションなのこれ。アブダクションじゃないけど、内臓持ってったってこと。兄さんの口から聞いたことのない横文字が飛び出した。ああ、この時代だとまだ聞いたことない人が多いのかな。キャトルミューティレーションって有名じゃない。アブダクションよりは少なくとも。アブダクションの方が俺初めてやったけど。キャトル、何でありますか。キャトルミューティレーションだよ、小暮君。異星人による生物実験のことさ。あまりにも話が弾けすぎていて、誰もついていけない。いくらなんでも異星人だなんて、現実からかけ離れすぎている。特殊報道部やってるとそうでもないんだよな。地球は異星人に監視されていて、
時々彼らが地球上の生命を知るために解剖実験を行っているという説だ。実際にアメリカやこの日本でも同じように内臓をえぐり取られた家畜が発見されている。異星人の仕業かどうかは証明されていないが、同様の現象が事実として起こっているのは確かだ。兄さんがこの手の話をしているとき、絶対に黙っていない人がいる。ですよね。ですよね。何が異星人？くだらない。ひとみさんが真っ向から兄さんの仮説を否定する。ほう。ならお前は何だと思うんだ、ひと。そうね。方法は解剖しないとわからないけど。臓器売買に関する組織の犯行じゃないかしら。ああ、なるほど。現実路線だな、なるほどな。私も臓器売買の闇ルートの話は時々耳にするから。耳にすんだそんなの。あ、医師だから。臓器売買？お前、サスペンス映画か何かの見過ぎじゃないのか。お前が言うかって言いたくなる。あなたの方こそ SF の見過ぎでしょ。また始まった。この二人が揃うといつもこれだ。もういい加減に慣れてきた僕は二人を放置して横たわっている遺体に目をやった。今優香さんの捜索が最優先だ。しかし目の前に異常な状態の遺体が存在しているのも事実。刑事として人間としてどうするべきか判断が問われているような気がした。僕はそのパターンか。優香さん探しに行こう。手厚い祈りを捧げた。なるほどな。優香さん探そう。優香ちゃんが好きだから。今は非常事態です。この際遺体は放置して優香さんの救出を最優先にしましょう。マスクエル方、今は死んだ人間のことを気にかけている場合ではない。残酷なようだが仕方のないことだ。僕たちは優香さんの姿を求め再び名前のない駅を目指した。大丈夫か。これ放置したことによってバッドエンドみたいなのない。てかバッドエンドって最初の頃は一回あっただけだな。トンネルを抜けるとそこは白銀の世界。違うか。見覚えのある駅だった。あ、着いたね普通に。間違いない。あの時の駅だ。兄さん、ここだよ。ここが名前のない駅だ。驚いたわね。本当にこんな駅があるなんて。誰もいないようですね。何のための駅なのでありましょう。さあな。まだわからんが、サラリーマンが通勤に使うための駅じゃないのは間違いないだろうな。みんな名前のない駅が実在したことに少なからず驚いているようだ。でもこの駅ってただの建設途中の駅とか何かの理由で建設を中断された駅なんじゃないの？ひとみさんの意見はとても理性的だ。そうだね。ひとみさんなんか安心できるな。普通ならそう考えるだろう。普通なら。しかしこの駅で僕の記憶はプツリと途切れてしまっている。そして優香さんは行方知れずのままだ。この駅には何かがあるんだ。普通ではない何かが。何があるんだろうね。全然まだ分かんないね駅は。僕たちは駅の中を捜索することにした。名前のない駅が実在した以上優香さんも見つかるに違いない。その祈りに近い希望にすがってただひたすら駅構内をさまよっていた。地図とか書いた方がいいんじゃないの。どんだけ広いか分かんないけど。優香さんと僕がここに来たのは4日前のこと。飲まず食わずでいるなら非常に危険な状態だ。時間的に猶予はない。しかし焦れば焦るほど思考能力は低下していた。それから数十分後のことだった。しらみつぶしに駅構内を捜索したおかげで駅の施設とは明らかに違う通路を発見した。工事途中のトンネルのようですね。まさか先輩、ここに入るとおっしゃるのでは。嫌なら無理にとは言いません。でも僕は行きますよ。そんな、もちろん自分もお供いたします。おっす。小暮さんには気の毒だが、こうでも言わないと怖がりの彼の足は一向に前に進まなかっただろう。そして僕たち4人は再び暗闇の中へと身を委ねることになった。闇を通り抜けるのに
さほど時間はかからなかった。工事途中で放置されたと思われる掘り散らかされた通路を抜けると、そこには広大な空間が広がっていた。東京ドームとかに繋がってない。あー、地下水、あれかな、洪水とかの時に水を流し込む、あれ、これは、僕らは口を揃えて驚きの声を上げた。え、それは墓場だった。何十何百という墓標が立ち並ぶ巨大な地下墓地。昔はトンネル掘るのも人力だったから、すごい数の人が犠牲になったっていう。それなぜこんな場所に墓が。通路から漏れるわずかな風の音は地下に漏れた魂の嘆きに聞こえた。ミッカ君、これを見て。ひとみさんが指さしたのは近くにあった墓に刻まれた年号だった。1800とか昭和か。1103、昭和23年没。え、1103年ってこと。そんなわけないか。他の墓を調べてみると、昭和20年代から30年代前半に亡くなった人のものが中心となっていた。うん、なんだろうね、1103。なるほど。第二次世界大戦直後か。しかし、なぜ地下に墓を作る必要がある。彼らの死を隠さなければならない理由があったというのか。兄さんは早くも民族学者としての血が騒ぎ始めたらしい。そんな感じね。ブツブツと何やらつぶやきながら真剣な面持ちで墓を調べている。墓に刻まれた1103という数字が気になったが、僕には何を意味しているのか理解できなかった。この墓を見つけたから別の工事を途中で中断したのかもしれませんね。おそらく小暮さんの指摘通りだ。お墓を見つけたとして、まあ中断したくなる気持ちはわかるけど、なんていうの、利権者は黙っちゃいないんじゃないの、それって。こんなものを見つけてしまっては工事どころではない。問題はなぜそれが表沙汰にならず未だに存在しているのかだ。大戦直後か。時代から考えても臓器売買とは関係なさそうね。ひとみさんが自分の意見を自ら却下する。もちろん異星人の実験説もね。宇宙人がわざわざ日本人向けの墓を作るとは思えないものね。あの遺体とこれが符合するか分かんないけどね。確かに異星人の仕業じゃない。過去に何らかの目的で作られた国家ぐるみの施設と考えるのが妥当だろう。うん、兄貴もしかしてさ、あの友達にさ、岡部凛太郎とか言う人いない？なんかそんな感じの匂いもするぞ兄貴。オカリンの電話相手じゃねえか、いつもの。例えば敗戦後も秘密裏に稼働していた軍事施設とかな。ゆかさんはその真相を究明するためここに来たのかもしれない。ゆかさん、僕は力いっぱい声を出した。この地下世界のどこかにいるであろうゆかさんの元に届くように。その声は地下墓地全体へとこだましたが、次第に小さく消えていった。僕の声に応えたのは死者たちの沈黙だけだった。なるほどね、地下墓地か。うん、は、僕たちは今研究室が立ち並ぶ古い施設を歩いている。どういうこと、何、急に場面が転換したぞ。はい、じゃあ場面転換したんで一旦ここで休憩します。時間もいいんで。はい、いや、なんかいいな、面白いな、こういう未開の地というか。なんかちょっとドキドキするね。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。